でしょ、でしょ、あとは、あとは、え、あとは、うん、もうすっごいなって、今日で大体4回目ぐらいなんですけど、こうやって新たに殿が殿殿は卒業しましたけど、ね、いや新たに染谷さんが入ってくれてすごい楽しかったですね。なんか新鮮で、あの久しぶりになんか短い時間でしたけど、こう芝居できてなんかすごく楽しかったです ね。なんかちょっと違和感も感じましたね。不思議な気持ちでした。不思議な感じ、なんかモニター見てもね、モニター見たらあれなんかこれでいいのかなって気になっちゃった。これでそのなんかもの、なんか、ね、大丈夫なのかなみたいな、なんかこんなに平和な2人で大丈夫なのかなみたいな、こんなになんか笑顔2人で楽しそうにね、現代服でね、そうですね、で逆に違和感がありましたね、でもなんかそれがまたちょっと楽しいっていう感じでしたね、いやそうですね、本当楽しかったです。いやなんか不思議な気持ちになりました。なんかすごい、なんですか、長谷川さんとこんなになんかある種まあこう自然なというか、こうそうだね、なんかある種なんですかね、まあ、本当なんか不思議だったんですよね。不思議だよね、なんでしょうね、なんか現代にいることのこう違和感みたいなのがちょっとちょっと最初だからこう照れくささもありつつ、でもなんかちょっとこう全然違うキャラで、今度は僕がちょっと先輩役ということなので、そう、そのなんか関係性も先輩後輩という関係性もなんかそうですね、ちょっと不思議な感じで、いやでも何ですか、こう演じていて新鮮でしたし、なんかこう長谷川さんとこう二人で飲み交わしてこうこの時間を過ごすっていうのはすごく不思議で楽しい時間でした。そうですね、またこういうなんか時空を超えてこういう風な状況も状況でなんかすごく
新鮮味があってなんか楽しめました僕はすごく、はい、2人で笑い合ってる時によく2人で笑い合ってたなと思いつつでもまた全然違う、いや純粋に2人で、ね、スプリングバレーを楽しんで出る笑いっていうのは新鮮でしたし、はい、なんかすごい楽しかったです、はい、キリンさんの撮影でのなんか染谷さんが決まったって話になった時に爆笑しました僕は。俺も爆笑でした最初話聞いた時にえっきっと今日あたりなんかアドリブかましてくれんじゃないかなと思ってたんですけど飲めーとか言ってくれるのかなと思ったんですけどはーって思ったんですけど残念ながらなかった。やっぱり染谷さん結構いろいろこう、うん、若いんですけど落ち着いてるしもうなんか瞳がやはりこう吸い込まれそうな素敵な瞳をされてるんで今日もそこにちょっと僕は見とれつつ芝居させていただきました、はい、なんかこうやって会ってあそっか染谷さんって若いんだなっていうのをちょっと感じたっていうかねなんかねそうですね確かに確かにまあそうですね、はい、若いっていいなってちょっと思いましたね今日改めて思いましたね前に共演させていただいた時も長谷川さんがやるとこう落ち着くというかなんか安心するんですよね現場にいることに変わらず今日も安心したんですよねなんかこうバッと自分がそこに飛び込んでもある種こう包容力があって何ですかね堂々とそこで自分もお芝居できるというかなんか不思議な包容力があっていやまた今回も助けられましたそうですもう何をやっても受け止めてくださるんで、ね、いやなんか何ですかねありがたいですよねこれぞクラフトビールという感じですよね本当本当にまあなんていうんですかね一口含むともうすごいこう豊かな味わいと、まあ、軽やかな後味もう本当飲んだ瞬間にこうあ美味しいビールだっていうふうに実感できるビールだと思いますね、うん、いや香りこんだけ香りが豊かでこんだけいろんな味が口の中に広がるのに変な雑味もなくスーッと抜けてってまた一口こう手を伸ばしたくなるっていう何ですかね明らかに美味しいっていうのが分かるっていうそれは本当にすごい感動しました。はい、やっぱり40代って結構もういろいろビールをたしなんできたもう世代だと思うんですけれどもまあ大体こんなもんだろうみたいに思ってる方が多いかもしれないんですけれどいやこれはもう一味も二味も違いますね本当飲んでもらった初めて飲んでもらったら多分実感していただけると思うんですけれどまあとにかく飲んでもらって体験していただきたいなっていうふうにすごく思いますよね。想像を絶する美味しさだって僕は思います、はい、うん、そうですねあのクラフトビールに触れたことない人もある人もいや本当誰でも飲みやすいくてでもしっかり味わいも感じれて本当にこう知らないからって手を出さないのは損というかいや本当
明らかに美味しいんで本当一口飲んで明らかにこれは美味しいなっていう、はい、それはすごい若い人にもたくさん伝わるところだと思いますね。やっぱり僕は本当にいつも家ではこう映画見ながらとか飲ませてもらってるんですけど、うん、やっぱり映画鑑賞ですかね。すごい、うん、たくさん今家で見れますからね。もうそれを見ながらグビグビ飲んでます。そうですね、前より料理をすることが増えたんですね。で、あ、料理面白いなって最近すごい思ってまして、で、本当実際にやってるんですけど、スプリングバレーに合う、まあ、ちょっとしたつまみであったりとかっていうのをこう合わせて作ってみたりで、一緒に飲んで食べてみたいなことをしてます。ちゃんと打ち上げできてないので。そうなんですね。まずそう現場以来お会いするので。そうだね、だから打ち上げを2人でまずしたい。そうですね。そうですね。あとは何なんですか、ね、スプリングバレーを片手に飲みつつ釣りをしつつ、今の映画業界とかドラマ業界とかの話をいろいろ染谷先輩に聞きたいですね。いや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 、ハズの先輩聞きたいですね。いやいやいや、そうしたいですね。俺はすごい進むと口数が増えるタイプなので。ああ、実は俺もなんですよ。じゃあすっごい喋るかもしれないですね、2人で。人には聞かせられない話がいっぱいちょっと。映画が撮りたいですかね。結局それもはや仕事にかみたいになっちゃいますけど。そうですね、映像を撮るのも好きなので、7日間あったらそういうことをしだしちゃうかもしれないですね。7日間だったら短編ですね。短編の何か、はい、書いて作って長谷川さんに見てもらいます。出しておくね。そうです、一緒に。よかったら、ぜひね。内装、結構家の内装とかいじったりするの好きで、ちょっと自分であのフローリングを敷いてみようかなとか思って7日間あったら結構ね、ちょっといけそうですね。その材料を買いに行って、まあ、それでちょっといろいろやってみたいなと思って、それ疲れたらこうスプリングバレーを飲んでみたいな、やれたらいいなと思ったんですけど、うん、そういうのちょっとやってみたいなって思いましたね。スプリングバレー豊潤496は自分のビールの価値観を変えてくれた最高のビールだと思います。CM を通してビールの美味しさを皆様に届けていきたいと思っております。一度飲めば分かります。皆様もぜひスプリングバレー豊潤496を飲んでみてください。よろしくお願いします。スプリングバレー豊潤496を飲んで、ビールってこんなに美味しかったんだと初めて気づかせてくれたビールです。自宅で晩酌の時、食事の時、友人、恋人と過ごすとき、ぜひスプリングバレー豊潤496を楽しみながら最高の時間を過ごしていただきたいと思います。